What's up YouTube の総締め塾です。はい、ということで本日もですね、ニューキックスの紹介なんですが、本日紹介するスニーカーはですね、以前にワーム東京で6足年明けに買ってきたと思うんですけども、そのうちの3足はね、すでに紹介しているんですが、残りの3足がまだだと思いますので、今日はそのうちの1足を紹介したいなと思います。これはワームに行った時の動画でもですね、映ってた1足です。というので箱がこちら。これもまた古いナイキの箱ですね。でこれはですね、僕も最近めちゃくちゃハマっててよく履いているスニーカーがあるんですが、それのセカンドモデルとなりまして、で結構古いんですが、いろんな方にですねちょっと聞いてみたんですけども、全然知らないという方が多くてですね、めちゃくちゃマイナーな一足です。ということで、その肝心の中身がこちら、ナイキエアマックスプラス2オリオンブルーでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足。ご覧いただいている皆様もですね、ご存知の方が多いとは思うんですが、こちらのエアマックスプラス、このマップラのですねセカンドモデルとして登場したのがこちらのエアマックスプラス2なんです。前作のマップラと同様にエアユニットにはチューンドエアを搭載、そしてアウトソールはクリアソール仕様に変更。で昔の雑誌をですねいろいろ漁ってみたんですけども、あんまり詳しい情報っていうのも書いてなくて、でまあいろんな方にね聞いてみたんですけども、あまり詳しい情報っていうのは得られなかったんですが、ほんまにコアな人が履いていたそうです。でこのモデルが登場した後のマップラ3、そしてマップラ4、マップラ5、そしてマップラ6、そしてマップラ7、マップラ8で、マップラ9があるかどうかっていうのは分からなかったんですが、エアチューンド10と続いていくんですが、まあここまでですかね。まあ個人的にはちょっと3と8は履いてみたいかなと思います。でまあマップラ5のこの癖の強さ、なぜ4から5がこうなったのか、でいろいろ調べたんですが、エアマックスプラス2自体はですね、おそらく2000年に登場したモデルで、このカラー自体は2001年の春先に多分リリースされたモデルで、もしかするとなんですけども CO.jp だったかもしれないです。ただこれもですね、正確な情報というわけではないので、もしご覧いただいている方の中で、まあ、当時マップラ2を触っていたであったりとか、このカラーを知ってるっていう方がいらっしゃればですね、もし知ってることがあればぜひコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。はい、ということで早速いろいろ見ていきましょう。はい、ということで早速履いていきましょう。 Yeah Fresh Vets Dasha Yo Mai, what up baby Yo Yanivi, I see you my G We overseas with this one man Get busy Get busy Everybody get busy I need y'all to report to the dance floor Right this minuteWe'll be right back.
house. Ain't no stress, cause you know what I'm about. Expect no less than I'm with your spouse. Ouch, loca, loca. I can knock it out the park, send me Sosa. From one glance of my Caesar, I stay fresh and I do it in my leisure. Chica, ということでいかがだったでしょうか。まあ、普通のマップラと比べるとですね、結構ボリューム感がある感じにはなったんですが、まあ、アッパーの感じであったりとかなんとなくの雰囲気なんですけども、アディダスのイージー700になんとなく似てないですか。まあ、アウトソールの、ね、形状であったりとかちょっと違うんですが、まあ、ここのヒールの部分であったりとか、あとアッパーの形状ですねっていうのがなんとなく似てるような、ほらこの辺とか感じがするんですよね。まあ、個人的にはですね、普通のマップラと比べると、まあ、どちらかといえば普通のマップラの方が僕は好みではあるんですが、ただマップラ2の方もですね、このボリューム感であったりとか、まあ、ちょっとダサさもあるじゃないですか。なんかそれもいいかなっていうので、これも結構好きです。ただまあこれカラーによってはちょっとえらいことになりそうですね。まあ、なんとなくね、ファーストのマップラがずっと復刻してて、こちらのマップラ2が復刻してないっていうのも、まあ、なんとなくはわかるんですが、ただ今の時代であればですね、そんな爆発的な人気が出るっていうわけではないとは思うんですが、まあ、多少の人気は出るんじゃないかなと思います。もちろんカラーによりますけど。ちなみにご覧いただいている皆様で、このファーストのマップラ以外であればですね、どのモデルが好みですか。ぜひそれもね、あのコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。またね、そのファーストのマップラとこのマップラ2はね、あの持っているので、まあ、それ以外のモデルもね、ちょっとコンプリートしたいですね。まあどれも生で見たことはないですが。はい、ということで本日はニューキックスナイキエアマックスプラスオリオンブルーでした。本日の動画が良ければぜひ不動産高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。まあ、今回ねマップラ2を買ってきてからまあいろいろ調べたんですが、まあ、まさか10まであるとは思ってなかったです。まあ、もしかしたらですね、まあ、僕が調べきれてないだけかもしれないんですが、もしかしたら9もね、あの9もあるかもしれないので、もしご覧いただいている皆様でご存知の方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。まあね、どれを見ても癖の強いモデルばっかりですよね。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。